はい、お帰りお疲れ、こんばんは、マチコでございます、今日はですね、XG 久しぶりですね、エキストラの6がこの間出てましたけれども、今日はですね、それではなくて Welcome to my party from 日向という日向ちゃんのなんか 自己紹介動画みたいなのが出ました。なんかね、私ってこういう人ですみたいな ね、それが出ましたんで、それちょっと見ていきたいなと思います。今日のマチコと夢マッチがいきますよ、スタートン。はい、行きます。はい、かわいい、もうかわいい。 Welcome to my party とかね、行きたいね、パーティー。いいですね、ちゃんの。はい、ふー、あの日向ちゃんってさ、あんまりそのかわいいかわいいっていうさ、ふわふわっていうイメージでスタートしてないやんか、私ら。そうやね、どっちかというとなんかクールで、そうそうそう、あんまし物静かでっていう感じ、うん、クールビューティーっていうね感じでスタートしてるんですけど、もう最近ちょっとこういう可愛い日向ちゃんもね見せてくれて、ね、はい、嬉しい。めちゃ可愛いよね、めちゃ可愛い。いや、笑ってます。いいですね、キッチンみたいなとこかな、ね、後ろにね、計量器があったりしてね、うん、猫ちゃんがいて、猫ちゃんのポットに猫ちゃんのカップみたいな感じで、猫ちゃん好きなんでしょうか、ね、はい。お、いろんな日向ちゃんですよ。いろんな日向ちゃん、はいはいはい、かわいいです、ね、うん、こ、なんや、この目のやつ、これなんや、誕生日の時はまた違うよな。わーい、ここにもいっぱい来た。ちょっと見て、あのタオル、ほら、お風呂上がりのタオル巻き、なんていうの、これの、かわいい、すっぴんで、かわいいわ、なんかツルンとしてね、透明感やわ。もうその横はまだこう女優さんみたい、ほんまやな、ね、かっこいい、綺麗な、ね、後ろにうちと一緒のオーガスターがあって、これこれね、ほんまに、よろしいな、ちさちゃんですか、そして隣、みんな仲良しです。いや、この笑顔が素敵、ね、このちょっとクッて笑う、ちょっとクシャってなるね、笑顔がね、日向ちゃんの特徴で、大好きです。はい、名古屋出身なんですよ。知らなかったよね、うん、しかも名古屋ってやってくれてんだよ、体で。あ、ほんまや。お茶目な。ほんまやな、名古屋って、うん、あのうちが出した3月の時点での、うん、あの皆さんの XG のプロフィールの方ではね、うん、日向ちゃんはもう出身地不明で出してましたから、その時はまだ何もね、あのほとんど日向ちゃん情報はなかったんですよね。ミステリアスだったね。これ分かりました。もう日本の名古屋出身ということでね。だ、名古屋の人だったんだ。こんな綺麗な。どりゃエリアがや、これね。アミリアとかあるでよ。で育ったわけです ね。うん。そして。名古屋は手羽先が有名で美味しいです。行きたい ね。行きたい。うん、あれだ、手羽先してくれてる。ほんまや、手羽先ダンス。うん、味噌塗ってんのかな、あれなんかね。うん。そして。味噌食べてみたい。はい、だからか、韓国に来て食べたものなので、うん、タッポックンタンが一番。何それ。タッポンクンタンっていう。あ、いい、かわいい顔してる。かわいいね。かわいいやんか。この顔いいな。こんな顔もするんだっていう。かわいい。やめまり。起きた。やめまり来ました。なるほど。これは行くな、これは出るな、確かにな、こんな可愛い顔して食べられる、エプロンつけて、タッポクンタン、初めて聞いたわ、ね、そんな料理、うん、鶏肉料理ってことかな、じゃあヤミー言ってますね、もう一回ちょっと見ていい、全部可愛い、この食べてるとこ、うん、だからか、韓国これか、あ、麺だ、あ、麺だ、うん、なんだろう、後でちゃんと調べてみよう、ちょっとね、でもそんなカレーっぽい色してるけど、まあ、チゲって鍋のことだってそうそうそう、だからチゲ鍋は鍋っていうことなの、ね、意味合いとしてはね、なんかね、私たちの中ではチゲって辛いみたいなイメージだったけどね、なんか色味がただの赤じゃなくてちょっと黄色味があるなっていう、美味しそう、ラーメン入って、うん、あ、手羽先も食べて、手羽先じゃないか、これがタッポンクンタムじゃない、もしかして違うかな、タッポクンタンが、あ、今の鶏肉が、うん、だってだからタッポンクンタムが好きですって言ってたから、うん、ちょっと似てるんじゃない、あ、そうですか、ちょっとこれ調べて、後で調べて、ちゃんと載せときますわ、はい、正解だけはこう、はい、こっちだしでしたっていうのを載せておいてください、かわいい、なんかオフって感じで、かわいい、ね、かわいい、ね、この後ですよ、皆さん、この後ですよ、はい、おいしい、すごい、いいね、もうなんか中学生みたいな顔してる、ね、急に子供みたいな顔になったね、かわいい、うん、おいしい、はい、そして私は今韓国にいます、そうだ、ね、結構韓国でのね生活がね多いみたいですよ、本当にね、まあずっと한국에있습니다. 일본에
祖父母が韓国人ですって言ったから、お父さんかお母さんのどちらかのご両親が、だからおじいちゃんおばちゃんが韓国の方っていうことですよね。だから韓国語めちゃんこ上手やなと思ってたけど、やっぱ慣れ親しんだものだったのかもしれないし、ね、でもおじいちゃんおばちゃんだってもう韓国人だったら、もうちっちゃい時から韓国語、ね、触れる機会もあったでしょうし、はい、なんか綺麗な、綺麗だからかみたいな今さないけどさ、韓国味あるよねとか、言うてまうけどさ、2002年6月11日に生まれました。すごい、赤ちゃんの時はちょっと男の子みたいななんか ねちょっと今のイメージとは違う、可愛いけどキリッとした、確かにキリッとわんぱくな顔してるよね、へえ、すごいすごい可愛い、日本で生まれ、もう全然違う、まあ、でもギュッとこうやっぱり目つきのね、こう日本で生まれかっこいいところ、変わらない。韓国語と英語と日本語を話すすごいよね。英語もちゃんと話せるからな、これな。韓国語と日本語は分かるけど、英語ってこういつどこでみたいな、ね、勉強したんか、したんでしょうね、そういう学校に、インターナショナルな学校に行ってたとかもあるかもしれないし、ね、でもまあ XG にこう加入するにあたって、まあまあこれ5年かけてね、やってきたって言ったけど、ね、もうその間はもうやっぱりグローバルにっていうと英語っていう風になってたと思いますよ、はい、すごいわ、すごいです。だ猫ちゃん、猫に似ているとよくやります、確かに猫顔かな、猫ちゃん雰囲気あるな、犬顔か猫顔かって言ったら猫顔やな、目のあたりとか結構猫ちゃん、そうやな、ちょっと、ね、ちょっとあの短毛系のね、あのシャあのシャムっていう感じみたいな、なんかエジプシアンみたいな、そんなおる、なんかせやけど、なんかこうキュッとキュッというなんかね、そういう感じの猫ちゃんの感じです。かわいい、おってよ、あんかわいい猫ちゃん、似てますか、どうですか、似てますか、似てますよ似てます、いいねいいね、普段から落ち着いていて物静かな性格、あやっぱりどっちかというと物静かなんだな、その性格、わかるような気がする、落ち着いた色が好きです、あ色も、色も落ち着いた色が好きだって、そうなんだ、今はね衣装だから紫とかピンクとか着てるけど、そうそうそう、ポップな色着てますけどね、普段はシックな黒とかグレーとかが好きなのかな、好きなんでしょうね、ポップミュージックと R&B が好きです、あ私も似合う似合う私も同じ同じ、テンポの良いスローな音楽をよく聴きます、まさに今こう流れているような感じの曲がね好みなのかもしれないですね、リピートーズみたいな、韓国のアーティスト、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 ソルさんが好きです、小説も好きで話が好きみたいです、うわちょっと何今の、はい、うわほらこれ綺麗、かわいい、髪の色もいいわこの色、ね、君の膵臓を食べたい、4月は君の嘘、漫画で読んだことある、あで配給、配給、バレーボールね、みんな読むで読むでこれ読むで読むで、読むで、中でも胸が熱くなるような青春も、あこれはモークルーム、そうなんだそうなんだ、こう家に秘めてんだね、意外とそう熱いものがあるんやね、ひなたちゃん冷静やけど、物語が好きです、わ綺麗、感情移入するタイプなんでだって、主人公と同じく、うちで、まあ、リアクションやってないけどエキストラ6で、ジュリアちゃん、ジュリアちゃんが MV 撮ってるところ、歌唱のね、それもう聞きながらもう、うるうるして、あそうなんや、そこでちょっともう同じ気持ちになって入り込んで、そうそう、へえ、ね、そういうなんかやっぱ熱いもの、ね、共感する力っていうのがね非常に強いんだなと思いました、主人公と同じ気持ちになって熱くなったり、一人でよく泣いたりしています、そうなんだ、気持ちになって熱くなったりっていうのを今このしゃがんで演出して表現しております、読みながらね泣いたりね絵を描くのも好きです、多彩ですね、
to draw. どんな絵？ This is a picture. これや。あ、さっきのやつやね。なあ。おめめ。マスカラの前回のイメージかな。マスカラ、ほんまやな。This is a マスカラな。上手やな。火の玉みたいな、ほら、手がニュヌニュンってこう上から出てきてますけど。ほんまや、ほんまや。すごい、すごい。何？芸術家タイプやな。お姉ちゃんパーティー。今日の私のパーティーどうでしたか？もう終わりか。早い。アップロード、여러분과또가까워지고싶은。これからも皆さんとさらに仲良くなりたい。ね。でした。ありがとうございます。本当ですよ。日向ですみだ。はい、日向 from XG ということでありがとうございました。こういうの初めてやな、一人一人で。そう、声来てね、うん、気になってたから嬉しい、こういうのね。XG はまだまだ知らないことがいっぱいあるから、そう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 、みんなも多分気になってると思うからね、うん、これ多分ほんなら今から一人ずつ、うん、やってくれるのかな、やっていくんじゃない、うん、やってほしい ね、 ね。じゃあこれそれでまた7回これが続くと、いうことで、ちょっと楽しみにしたいなと思っております。はい、久しぶりの今日は XG の、はい、お話でございました。皆さんの感想なんかもね、こちらでお待ちしております。ぜひとも書いてください。いいねボタンもギュッと押しておいてくださいね。あとチャンネル登録まだという方はぜひともこちらチャンネル登録していってください。よろしくお願いします。おかえりお疲れこんばんは。今日もマチコとメマチがお送りしました。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。